の毎日が有給休暇。こんにちは。では今日の格言見ていきましょう。本日はこちらです。経営理念は経営者が熱く語り続けることでしか共有されない です。ではここからの解説を久野会長お願いします。はい。熱く語ること、目的は熱く語ることっていうことで、経営者の役割、まあリーダーの3つの役割っていうのを私考えてるんですけど、リーダーの3つの役割は1番目がですね、目標、目的の設定ですね。目標、目的の設定すること。これ1番目の目的設定っていうのは、このここのこと、経営理念を設定させる、何をすること。2番目がですね、この設定された目標を共有させることでね、目的を共有する。今の話はですね、この共有な、これを熱く語る。そして3番目がですね、それを実現させることなんですね。実現させるには社員を動かして行動してもらわないと実現できない。最初の目標設定、ここ重要なのはですね、ミッション。ミッションを設定せよ。で、2番目の共有はパッション。ね、パッション。情熱を持って共有せよ。熱く語る。最後の実現は、これあの、ハイテンション。ミッション、パッション、ハイテンション。この3つ。これはあの明治大学の、斉藤教授の言葉なんですけど、ミッション、パッション、ハイテンション。これによって実現する。ミッションの設定だけではダメですよ。ミッションを設定したら、パッションによって熱く語り共有し、そして従業員を、社員をモチベートする。ハイテンションにさせて実行する。これが